決して消えない怒りがある。自分自身へ向けられた怒りが、ずっと死に場所を探してるんだ。これが未来、破滅した世界、ザ・ロストワールドだ。俺は20年後の一ノ瀬宝太郎、仮面ライダーガッチャン、デイブレイクだ。未来の獣たちの無駄な抵抗というやつだ。死ぬくらず叩き潰してやる。ここに未来なんかない。20年間苦しんだ俺の何が分かるっていうんだ。諦めるな、一ノ瀬宝太郎。決して諦めたり立ち止まったりしないから、あなたも一ノ瀬宝太郎じゃないんですか。私は完全な存在となる。僕たちは宝太郎に託されたんだ。今は絶対に負けない。頑張れ仮面ライダー、開戦。宝太郎、行こう、未来を取り戻しに。